い、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、すくすくのしろです。今回なんですけども、今回は2日目1戦目に行われた SST 対スカーズの試合を解説していこうかなというふうに思います。この試合は現在1戦目後半戦ですね。1試合目に未来館選手が引き分け2釣りをした状態で回ってきた後半戦になっています。まあ、シレク選手ですね、ここ得意キャラクターとして夢の魔女とハリンを挙げられているということで、夢占い師をバンしていって、ここ祭司オフェンスをピックしていきました。まあ、祭司はねもちろん永眠状ということで、まあ、連携目のピック、そしてウィレイの粘着ですね、オフェンスピックなんですけど、ここで墓守のピックがされましたね。この墓守というピックというのは、夢の魔女にとって墓守というのは非常に強いキャラクターなんですよね。プラスハリンに対してももう一番レベルで強いキャラクターという風になってくるので、ここは夢の魔女ハリンどちらもケアした時に墓守というピックが最適で、かつ極ゲージというピックも、まあハリンだけであれば患者だったりとか昆虫学者の方が強い面もあるんですけども、夢の魔女が相手の宅にいると考えた時に極ゲージの方が、まあ、万能に対策ができる、どちらのピックになったとしても強く出ることができる。この編成で仮に魔女を出したとしても、イル魔女だとこれは初動がかなり厳しい、追うキャラクターもいないですし、まあ、祭司を見つけて追っていくしかないんですけど、まあ、祭司もねワープで逃げられてしまうので巡視者が噛みづらい、仕留めづらいで、ウィルだと、まあ、祭司を狙うしかないんですけども、まあ、祭司狙ったとしても例えば腹痛を振っていた場合はオフェンスのダウン粘着によって、まあ、祭司が起きて時間を稼がれてしまって4通電してしまうかもしれないっていうの状況で、まあ、どちらとも強いですけども、ウィルっていうのは極ゲージも終えていくようなキャラクターではあるので、極ゲージ、祭司、そしてまあオフェンスも最悪終えていくようなキャラクターであるので、もうこの3キャラクターが魔女では追いづらい、1キャラクターしか追えないんですけども、ウィルなら追える。そしてウィルのまあ庭と言われているような永眠鳥というマップなので、まあウィルがピックされたんじゃないかなというふうに思いますね。ということで、まずはスカーズ対 SST、まあ、1戦目後半戦日本対決、どちらがベスト4になるのかという試合で、どういう試合が行われたいのか見ていこうかなというふうに思います。はい、ということで始まっていきました。まずは旧ゲートと言われる方面からフィールが中央の方に行きますね。でまず視認していったのはしなみ選手の祭司、そしてここでもうめちゃくちゃ早めに1本与えられたんですね。もう15秒の時点で1本与えられて、そしてこれ上振りですね、左上の人格で、ここ非常にうまいプレーなんですけども、祭司も罠がまあ置かれるのを待っているんですね。罠が置かれてからワープを張りたいんですけども、それを分かっているのでワープを張るギリギリまで絶対にずらしてくるだろうということで、罠をめちゃくちゃ我慢してワープ先に張っていくというめちゃくちゃ今うまいプレーですね。でこれで 1.5 ダメージ入れることができて、墓の魔族を封鎖することができたので、これはもう針を出して悲観でダウンっていうような、もう理想的なウィルの理想的なような初動をできるという風になりまして、もうダウン時間としては1分切っている状況、まあ、キボスが溜まる前にダウンを取ったっていうような試合展開となっていきました。でここからなんですけども、スカーズっていうのはここからまあオフェンスが救助に来るしかないという状況、オフェンスか墓守が救助に来るしかないという状況で、墓守が墓にいて2階にオフェンスがいるので、まあ、最悪捨てることもできるような状況なんですね。オフェンスが上にいて捨てるっていうようなこともできるんですけども、まあ、この後尾根選手は救助に来るんですけども、ここでシルク選手が少しミスってしまうのが、ここで椅子から離れたところでハリン形態から解除してしまうんですよね。なのでここで時間を少し作られてしまうんですよね。でここで入れ替わるしかないという状況になります。この状況でしっかりとそれを見逃さずに、ここでしっかりとチェイスを伸ばしていってオフェンスの粘着も入っていきます。先ほど言ったように最初はダウンしても不等屈を振っていれば早く立ち上がることができるので、オフェンスの粘着がかなり強いんですよね。でここで板を割ったタイミングでタックルを入れることによって距離を離していくと、本来であれば2本刺さって悲観でダウンということがあるんですけども、今回1本しか刺さっていないという状況なので、ここでタックルを入れてチェイスを伸ばしていくっていうような判断をしてますね。この時点だと、まあ、かなりサバイバー側としても鬼没なのかそれとも興奮なのかっていうのが分からない状況だったので、興奮だとしてもしっかりとタックルが入るタイミングっていうのを見極めてますね。でここはもううまいですよね。このしっかりと研究されてますよね。ウィレがここを落下するしかない、落下した場合はここでタックルを入れれば距離が離れる、確実に、まあ、もう先ほどの
板を割った瞬間にタックルを入れると同じように確実にタックルが入るタイミング、そして上下を行き来することによって絶対に悲観が打てないタイミングでやるというチェイスをするという行為で非常に時間稼げてまして、もうこの時点で3分いきそうなんですよね。でここからオフェンスに対して2本針を刺した状態で、まだ興奮か鬼没かも相場は分かっていないのでまずは突っ込みます。で鬼没なので、まあ、旋回してまず避けると。ここでオフェンスがダウンしていくと残り1台という状況で、まあ、牽制をする人がいなくなってしまうので、ここはダウンしないことを優先ですね。鬼没を吐かせたのでこの後ボールがあればオフェンス、まあ、牽制することができるので、まあ、今回はボールなくなっちゃったんですけど、まあ、姿を見せるだけでもね牽制することができるので、でここはここもねしっかりと能力を使っていきますね。悲観を使えば墓守の墓っていうのは出すことができるので、ここで悲観を使って出していって、そしてオフェンス2本刺さっているのでイスマイル待機ですね。でこの画面だとシリク選手はまあボールを持っているか確認したか分かんないんですけども、この状況だと仮にオフェンスがボールを持っていた場合はこの後救助されてどちらにしろ入れ替わらないといけない状況なんですね。例えば墓守をダウンさせてオフェンスが救助したとしても、確かにボロはないんですけども、最初のワープがあるというふうに考えると、まあ、即ダウンを取ることができないので、どちらにしろ入れ替わらないといけないんですよね。入れ替わって2本刺して悲観を打たないといけないっていう状況になってくるので、オフェンスを殴ってオフェンスが牽制できないようにしてボロ時間以上に、まあ、その悲観を打っていくっていう方が確実なので、まずはオフェンスをダウンしていったっていうような形なんですけど、入れ替わりアップで全てがまあ壊されてしまった。入れ替わりアップがなければ引き分けといった試合だったんですけども、こう入れ替わりアップによって4通電していって、もう逆ゲート3人いるのでこの試合は3人逃げで1セット目を取っていったっていうような試合になっていきました。もうこの試合として全体的にもちろん相手のミスを拾うっていうプレーもあるんですけども、もう上下を行き来してまずタックルを入れて悲観を必ず打てないような風にするっていう、まあオフェンスとの連携での稼ぎ方だったりとか、祭司が悲観の範囲外から逃げていくようなワープを使うことによって時間を稼ぐ、悲観でダウンしてしまうんですけども時間を稼ぐっていうのはもうお手本のような時間の稼ぎ方ができる試合だったのかなというふうに思ったので、この試合をピックアップさせていただきました。またね次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。ということで今回はこの辺で終わろうと思います。バイバーイ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。良ければチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。また他の動画もぜひ見てくださいね。それじゃあバイバイ。